ベンネビス上流所は、ベンネビス10年、ベンネビス21年などのウイスキーを製造する、スコットランドの上流所である。熟成期間の中心は10年ほどである。いくつかのカスクフィニッシュ、限定版、ブラックアダーやダグラスレインなどの独立瓶詰め業者を持っている。イギリス諸島最高峰のベンネビス産の麓、と、ホート、ウィリアムのロッキーブリッジに位置している。 ウエストハイランド地域の沿岸の上流所で、コイレレースやコイレナシステと呼ばれる水源から流れる、オルトナブーリンと呼ばれる小川から水を引いている。ベンネビス上流所は1825年に、ジョン・マクドナルドによって設立された。彼は、アーガイルの西スコットランド王国の領主の子孫であり、身長が193センチメートルと高かったことから、ロングジョンと呼ばれた。あとに、 彼の名にちなむブレンデッドスコッチウイスキー、ロングジョンが作られている。1856年のロングジョンの死後は所有権が息子であったドナルド・マクドナルドに移った。2か所目の蒸留所が1878年に近郊に建てられネビス蒸留所と名付けられた。拡大する需要に追いつくための試みとして、2つの蒸留所は最終的に20世紀の初めに1つに統合された。 1955年、蒸留所はジョセフ・ホブスが主導する新しい所有者によって取得された。ホブスの所有時代には連続蒸留の実験に参入し、蒸留塔を導入。蒸留塔は26年にわたって維持され、同蒸留所は、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを同時に生産する業者としては、古参の企業の一つとなった。 その後一度生産を停止するが、1981年にウィットブレッドが先行して、同社参加となっていたロングジョンを通じて上流商を買収。1984年より生産を再開するものの、1986年に再び生産を停止するなど、1980年代は不遇の時代が続いた。1989年に日本の日華ウイスキーが、 ベンネビス上流賞を取得した。なおこの時、ロングジョーンはビーフィーター人と共にアライドグループに売却されており、以後は関係がなくなっている。1991年にはビジターセンターとカフェが一般向けに開かれた。ありがとうございます。